ちごさん咳が。夜になるとしんどい？あんま変わんない。あんま変わっ。さっき吸入したもんね。うん。だいぶ楽にはなって。吸入するまでは結構しんどそうだったが。下二人の弟はすごい元気そうだけど。すごい元気。やられてるやんお兄ちゃん。困る。元気すぎて。危ないよなっちゃん。バッタバタするからホコリっぽくなって余計せきてるしな。なっちゃん。母ちゃん。おいおもかちゃん。母ちゃんの。ちょっと前のママと一緒じゃん。寝よ、うん、早く出た方がいい。寝れるかね。ちょっと吸入が少しでも効いてる間に寝てしまわんとな、うん、でも熱もないしさ、咳以外の症状一個もないよね。まあちょっと鼻水、ああそうそう鼻水がちょっと出るかなぐらい。大事にしよう。なっちゃん。あ、あま、あまるろ。お兄ちゃんも寝てるから。し。あ。よお。俺。カブちゃん。風邪ひいた？あ、降りるの？いいよ。えいちゃん。いちごとカブちゃんがいますね。ママが来ましたよ。お歳暮が来てて。そんな時期だね。お歳暮確認しようと思って。あとかな。ちょっと待ってよ。ママ。皆さん。ママは元気ですか？お仕事、これも仕事ですわよ。まあ確かに。あの私の。びっくりした。体温計は取ってこようと思って忘れた。取ってくる。取ってこようと思ったらお歳暮だった。お歳暮が見えちゃって。いちごあんない。なんかえらいコンコンコンしてるね。でカブちゃんもしかして同じ？カブちゃん朝何度だったって？7度6。うん。一応もしもし。うん、一応ね。朝すげえ怪しい、なんかクループみたいな咳しとったしな。カブちゃん。うん。オットセイみたいなの。うん、鼻もめっちゃ出とるし。ここはまあまあだけど、脈が早いのが問題じゃないか。早い？うん、ちょっと脈が早いって。ああ、上がってくるかもね。脈が、うん。ちょっと測ろうか。いちご兄さんも見て。席の方がいてんなけど。うん。見てる感じっていうかね、聞いてる感じしんどそう。うん。かおちゃんの。みんなにね。ったらかしら一番嫌だな。カブちゃん、はい。ちょっと涙目だね。うん。もうちょっとだよ。もうちょっと。あんまり赤くない。なんだろうね。耳見とこうか。あ、耳。かぼちゃんこの前も耳だったもんな。
手を押さえて、ほんで、ほんで耳だよ。ちょっと赤いけど、まあ耳までは溜まってない。反対。よいしょ。カブちゃん、お耳見せて。とっとっとっと。まあ、とりあえず中耳炎はギリギリないかな。なんだろうね、風邪かな。風邪ひいたな。一応検査します。あー、なんかティッシュ、ティッシュ準備万端。はい、まずインフルコロナですかね、お熱が。はい、はい、行くよ、かぶちゃん。待てよ、かぶちゃん、頑張ってよ。あ、よっめっちゃ上手だったよ、かぶちゃん。うん、かぶちゃん、ごめんごめん。めちゃくちゃ睨んでます。てるよ。カブちゃんちょっと顔アップにして。よいしょ。カブちゃん。判断しないで。やっとみたいな。カブちゃん。可愛いカブちゃんの可愛いアップでした。よいしょ。これ、うん？これがまあいつものごとく。A、B、コロナで、うん、しばし10分なんやかんや10分経ったけど出ませんね。出まへん。コントロールラインは綺麗に出てるけど、ということでまあ風邪ですね。陰性だ、風が、うん、いや今多いよね、風邪ひいてる子もね。寒かったり、まだ早くね、え、安静だな、お家でな、ゆっくり。ね、なんかこの1歳前後になってくるとさ、うん、なんか熱出すことが多くなってきた気がする。本当だね。それまではないけど、それまではね、ママの免疫が、自分の免疫を、うん、出てる。で、私の怒ってる、ね、怒ってる。私すっごい見てるんだな、カメラかな、うん、カメラこっちが問題だね。なんか位置が席の方がやべえかもしれない、うん、席だけ偉いよね。吸入しようか。それとちょっと楽になるでしょ。どうですかパパさん、うん、パパさん、うん、なんか調子悪いね。やっぱりね、元気元気点滴がいいよ。そうだね。私は2人は結構元気だもんね。うん。パパさんこの前打ったばっかりだもんね。うちはもう切れてきちゃうかもしれん。こっち側だもんね。元気元気点滴はな。まあ大人しか打てない。うん。ち妊婦さんもちょっとね。うん、はい、ゆっくりしてもらおう。うん。ゆっくり過ごしましょう。本当止まらんもんね。どうしたんですか。あれなんか逆光？なんかすごい影だよ。撮れてる撮れてる。え、ポーズ。ポーズ。じゃあねー。じゃあねー。大変な気がしたいだろうな。トムちゃんもバイバイするの？バイバイ。カブちゃんバイバイ。バイバイ。はい。はい。いっちゃんでした。なっちゃん、なんでそんなご機嫌斜めなの。なっちゅ、みんな元気になったんだからニコニコしましょう。梅ちゃん元気です。この2人でしたね。ああ、どうですか。もう治ったな。治った。カブちゃんは、カブちゃんは鼻水がなんか固まってる。ちょっとプチプチしてます。うん、まあな、鼻水は痛そうだね。でもさ、タイちゃんさ、タイちゃんパパ、昨日さ、タイちゃんがさ、鼻からさ、鼻血が出た。うん、で、なーちゃんがもうわけわからんわ。なーちゃん、タイちゃんの顔みたい。うん、ダメか。なんかね、タネちゃんがね、目が腫れてるんだが。いや、思ったよ、さっき今帰ってきて。ここどうしたん、痛い、かゆい、痛くないよ、かゆくもない。なんか
なんか。でもなんか 鼻水も出てるし、耳あにも出てるし、なんか痒そう。海は元気？あーつー。ダメか今日は。ちなみに今日は、はい、土曜日なんですけど今。うん。本来は生配信が今日。うん、8時からあるはずだったんですけど、うん、諸事情により、はい、今日の配信は通常の配信ではございません、はい、通常配信は明日の8時に延期です、はい、で なっちゃんはなんで怒ってるかというとズボンを履くのが嫌なんだが、そうですね、パンツの時さね、連行されました、連行されました、聞きました。今から体操？うん、頑張ってね、もういますか、スイカもなんだろう、どうですか、何欲しいって、いやいや、これを取ったらと思ってたの、うん、おーすごい、赤いのは2個、ブルーのは4個、この真ん中は2個の中で、こっちは、こっちは、こっちはね、こっちは、こっちはね、4個のブルーだよ、こっちは。たれちゃん、バン聞かない？うん、いくよ、バン聞かない、やってない、梅ちゃん上手だよね、トイレでとか、なんで、わパパじゃなくて梅ちゃんにしてよ、やだお願い、パパ好きだけどやりたい、パパ好きだけどやりたい、カちゃんもパパじゃなくて、カちゃんパパやっていいの、で私やって、ドーン、パパやって上手梅ちゃん、とにかくパパを打ってほしいみたい、あ、はいはい、いいよ、いいの思いっきり、うん、バーン、あー、みんなパパのことやってるじゃん、みんなパパのことやってるで、はい、男の子は静かだね、だいぶね、はい、男の子は静かだね、でもスイカも静かだったよ、あ、スイカもなんか静かだった、あ、ママも帰ってきた、びっくりするんじゃない、うん、うちらがおること知らんけん、そうだな、だって聞いて忘れとるんだもん、そうやばいよな、あいつ何回電話してもね、出らんなけん、電話しても出るけん、にやっただよね、夏来た、夏、イエーイ、今度ご機嫌なっちゃんか、イエーイ、ピース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 、なんて多いわ、なっちゃん復活、こてこちゃん、こてこちゃん、バブリーが首をこてこちゃんって、やっぱみんな元気が一番ですね、そうだね、うん、あ、ここ開いてる、あ、帰ってきた、帰ってきた、はい、ママだ、あ、どこと行ったの、ママ、ママさんが怒ってたよ、携帯電話出たの、忘れたの、あ、どこだ、どこだ、どこだよ、はい、はい、チョコ帰り、え、動画撮ってんの、いっちゃんとかだいぶ良くなったよって言って、大丈夫、大丈夫、今日はここしか映ってない、うん、大丈夫だよ、そこも映ってない、今ギリギリセーフだった、はい、うるさいな、大丈夫だから、もうなんでゴミにママ食べたのね、大惨事よ、何が、何で今こぼれた、この時間に、ママに夢中だった、はい、みんなバイバイ、え、赤ちゃん見て目が腫れてる、ほらなんか腫れとんよ、あら、なーに、ちゃんとバイバイって、ちょっと目薬 もらってこよう、ほらほら、なんか検査じゃない、
え？今チュッチュしてたけど。なんかアレルギーっぽくない？まあね。それはあり得る。全般にちょっと調べてみてもいいかも。あ、本当だね。もう4歳になったしね。アレルギー系。何が反応してるかわかんないと。確かに。大ちゃん検査だって言ってるママ。だってチョコとも触ってないし、うん、犬アレルギーあるのは知ってるからさ。なんかのアレルギーだね。他にもありそう。はい、じゃあね。また茶的だって。ママ夜今日生配信できないから軽くしてね。軽くね。明日生配信本番するけど、今日はヒカルさんと直弘不在でちょっとやってみてね。軽くね。無理無理。サブちゃんが潰れた。はい、じゃあね。じゃあね。えらいことよ。はい。私もやだ採血は今日じゃないよ。また今度ね。再開会の原因調べてみようか。反応出てないときでもいいんだね。あ、まあいいよ、いつでも。痛くないやつだけ。痛くないやつだけ。はい、OK よ。じゃあねー。バイバイ。バカバカ。バカバカ。よー